本日のゲームが行われるこのスタジアム、サポーターの声援がスタンドにこだましています。この時間は西元金沢対ヴィッセル神戸、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。西元金沢対ヴィッセル神戸、ヴィッセル神戸がこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、まあ、特徴としては、まあ、トップがサイドに開いたウイング的な役割をすることですよね、はい、外に大きく開くことで中央の相手ディフェンダーを引き出して中央にバイタルを作れる強みがありますよね、まあ、このシステムはボランチが特に重要で、一つ前のトップ下とうまくトライアングルを作れるかがポイントになってきますよね。さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。酒井豪徳でしょうね。やっぱり彼の持ち味は攻撃参加なんですけども、試合の状況を見て出る出ないの判断が非常に的確ですよね。どこのポジションでもこなせる器用さもあるんですけど、彼の戦術眼、賢さというところが大きいんでしょうね。90分走り切るスタミナもありますし、攻守にわたっての貢献度というのはかなり大きなものがありますよね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。さあシュートレンジだ。シュート、前川のセーブ。いやー、よく反応しましたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。金沢、まあクリアが精一杯ですよね。ここでマッチアップ、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。武藤、ブルーノ・フェルナンデス、ここはカットします。グリーズマン、さあ左サイドへ、奪い返します。カウンターですよ。スペースを狙う、渡ります。さあ勝負だ。前開いた、シュート。いや、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。スルーパスのタイミング、そしてボールをもらう前の動き出し良かったんですけどもね、このチャンスはものにしておきたかったでしょうね。金沢は今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。井出から大迫、裏のスペースを狙う、スペースにいいボール出たんですけどもね。ムバッペからのロングフィード、酒井、井出、右サイドへ振って大木原から飯野、ここ来ましたよ、抜けてくる、デヘア、ここは抑えました。ここで笛、前半が終わりました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。消耗してきている中で選手起用、そういった形をどうするかですよね、まあ、本当に変えることによってね、それが本当勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。西元金沢対ヴィッセル神戸、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。そうそうとこの後半始まっています。引き締まったゲームになってますけど、このまま終わるとは思いませんよね、はい、
トーマス・パーティー、カゼミーロからブルーノ・フェルナンデス、これはチャンスだ、レバンドフスキー先制、金沢ようやく均衡を破ります。金沢今のボールいかがだったでしょうか。いや、いいシュートでしたよね。やっぱりああいったグランダーのボールはキーパーが取りにくいですからね。金沢先制ゴールが決まりました。1対0。この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね、はい、欲しかった先制点が入ったので、ここからの時間主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね。レバンドフスキが受ける、裏へ届くか、抜けた、オフサイドになります。金沢としては後半の入り方は非常に良かったと思いますね。こういったいい時間帯に追加点を取りに行きたいというところでしょうね。酒井、右サイド上がる、井出、大木原、八星、裏へのスルーパス、大木原から八星、大迫から佐々木、こぼれた、佐々木、シュート、いやポストの左です。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。神戸はこれが最初の選手交代となります。グリーズマンからブルーノ・フェルナンデス、ムバッペのボール、いい展開ですね。必死のクリアですよね。また右サイド上がっていくネイマール、いいディフェンス、このボールはつながりません。さあカウンタースピードを上げたいところ、フワンマタから大迫、大迫から井出、ここは抜かせません。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。レバンドフスキ、さあムバッペ、ムバッペ上げる、クロスバー跳ね返りは、さあムバッペシュート、前川のセーブ。金沢としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。ここはつながりません。大木原から左へ、武藤、井出へ、裏へ出るか、クロス、頭だ、いやー、どうだ、ヴィッセル、ここで同点、この時間に追いつきました。頭で正確に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。神戸がメンバーチェンジをします。フォワードを2枚変えてくるようです。そうですね、この状況なので選手交代で変化をつけたいんでしょうね。
さあ神戸もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。いや踏ん張った結果出てましたよね。そうですね。井出カゼミーロ、これはファールです。注意に終わります。距離ありますよね。さあこぼれた。ブルーノ・フェルナンデス、レバンドフスキ、さあここで笛です。1対1、両者実力伯仲、引き分けで試合終了となります。この試合ですがどちらもカードなしというクリーンなゲームとなりました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。花澤としては勝てない相手でなかっただけにね、悔しいでしょうね。次回はきっちりと自らの思い通りの結果を出せるように頑張ってほしいですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。1対1、両者痛み分けという形に終わっています。